例えばからいきましょうか。はいはいお願いします。例えば GTEC フォースチューデンツのスコアを四百六十点以上持っていれば、通常前期 B では国語が五十点、英語が六十五点で 合計115点で判定されますが、g − t e c 方式ではははいいでは、もう一回、ここ、丸ごといいですか。はい 例えば g t e c for Students のスコアを460点以上持っていれば通常、前期 B では国語が50点英語が65点で合計115点で判定されますが g t e c 方式ではこれに5点が追加されはい、ありがとうございます。 ありがとうございます。はーい。